あなたはこんな動画を見てるぐらいですから、まあ、とても真面目な人のはずですであれば、まあ、積極的な治療をしたいですって言っていただけるといいかなっていうふうに思います眼科医の平松です今日はどうしても手術を避けたい緑内障の人がやるべきことについてお話しようと思います、まあ、緑内障って、まあ、白内障とかと違って、まあ、手術っていうのが あんまりハッピーではないわけですね。やって、良くなったなとか、えー、見えるようになったなとはならなくて、あくまでどんなにうまくいっても、失明予防、つまり悪くなるのを止めるだけなんで、まあ、やっぱ手術は避けたいなって思うのが常だと思うんです。そこでどうやれば避けることができやすいのか、もちろん100%は無理ですけれども、まあ、そこら辺についてお話ししようと思います。まず1個目。基本的には、 先先ににに動くっってていうことが必要になってきます。これどういうことかっていうと例えば目薬1本出てて2本出てて3本出ててっていうのは普通のタイミングっていうのはちょっと悪くなってきたなとか不十分な眼圧だなみたいな感じで増やしていくっていうことがあるんです。 基本的に医師はもちろん医師によってタイミングがいろいろあるんだけれどもあんまりオーバーに治療しないようにっていうのは基本なんですね医療というのはオーバーにしようと思えば簡単になっちゃうわけですよ例えば緑内障だって言われたら全員に目薬3種類バンバン出すってなったらそれはね進行する確率は下げられるよ下げられるけれどもそれだけ目薬の副作用がある人もいれば 目薬によって一日何回も時間を取られてしまったりだとか、かぶれてしまったり、充血したりだとか、何らか起きてきてしまうわけですよね。だから、緑内障があった場合も、目薬1個、2個、3個みたいな感じで、ちょっとずつ追加していって、やっていくっていうのが一般的です。ただ、患者さんが、いや、私はなるべく積極的に、 治療したいんで目薬追加するときは言ってくださいっていう表現をしてくれるとあじゃあちょっともうちょっと様子を見てもいい目だけどもまあ早めに目薬を追加してみようか、まあ、こんな感じの発想になってくるわけなんですよね。なんで医者はそんなに目薬出すの嫌がるのっていうと目薬が2本3本と増えると患者さんが目薬をする確率が減る っってていうのが分かってんですよどういうことっていうとあなたにとっては信じられないかもしれないけどもあなたのように真面目な人ばかりでは世の中ないんですね目薬が1本だったらさせるけど2本だったらよく忘れちゃうよ3本ともなれば1本ぐらい大体忘れちゃうよみたいな人が結構よくいるわけですなので最小限最小限どうにかどうにかっていうふうにやるのが基本なんですね ただ、あなたはこんな動画を見てるぐらいですから、とても真面目な人のはずです。であれば、目薬を追加しても、なんか日本になっちゃったからもう目薬するのやめようなんてことないと思うんですよ。なので、全然迷わずに、まあ、積極的な治療をしたいですって言っていただけるといいかなっていうふうに思います。二つ目としては、目薬を忘れない、当たり前じゃんって思うかもしれないけども、 つついつい忘れちゃっっったりすることってやっぱ人間ゼロではないわけですなのでなるべく忘れにくいように朝とか晩とか、えー、目薬する時間に目覚ましみたいに鳴らしておくであるとか例えば食事の前に目薬するとか食事とか行動と合わせて目薬って決めておくと、まあ、より忘れにくいので、まあ、ここは、まあ、大体の人はねこれ見てる方は やってくれるかなと。まあ、一般の人は結構忘れるんですけど。まあ、と思うんで、まあ、さらっといこうと思います。で、さらには、ボーダーラインの状態で積極的な治療を考える。で、例えばね、緑内障のんと手術の手前に、目薬を追加してって、レーザー手術って行く場合もあれば、目薬追加してって、いきなり手術ってなることも結構多いんですよ。なんでレーザー挟まないのだって、レーザーで済むかもしれないじゃないって思う、思いますよね。 これ、なんでかっていうと、要は、ある程度進行がしてきちゃってて、そのスピードがまあまあ速いと、レーザーしてる場合じゃないよねってなってくるんです。なぜかっていうと、緑内障のレーザー治療っていうのは、手術に比べて効果は結構やっぱ落ちるわけです。まあ、というよりは手術の効果が高いですという方が正しい表現かもしれないね。なので、いや、レーザーを間に入れて、 そうこうしてるうちに進行しちゃうであろう期間を待つよりもいいからもうレーザーはすっ飛ばしてもう手術に行きましょうってことがまあ結構往々にしてあるわけですよ。ってなれば手術をするかしないかそしてレーザーするかしないかのタイミングのもっと手前でレーザー光線とかを積極的に受けておくっていうのもまあ一つの方法になるんですね。 だから、目薬ぐらいはやるけど、まあ、この人レーザーはしないかなとかって医者は思うこともあるんだけども、まあ、レーザー治療とか目薬だったらどんどんやりたいです。まあ、できればね、まあ、手術は少しでも先延ばしできればなーっていうふうに思うんです。みたいな表現はありだと思います。そして最後に、手術するかはちょっとよく考える。これどういうことかっていうと、医者としてはやっぱり緑内障の進行を食い止めたいわけですよ。余 このまま行っても、失明はしないだろうというような予測ってあるんですね。例えば、今の悪さがこの程度、ゆっくりと進行してって、生きてる間に失明はしません。じゃあ余計な治療する必要ないじゃん、と思いますよね。でも、失明はしないけども、ちょっと見づらくはなるよねって予測がついた場合、さてどうするか。そんな場合も医者としては、やっぱり、 見づらくなるんであればそれを食い止めるために手術をするべきだよねって考えるのがまあ妥当な考え方なわけですよね。そこでで手術を進めたりすするわけですってなってくるとあなたとしてはどうしようかなって考えてほしい。なぜかというと手術は一定のリスクがあるからね失明さえしなければ私としてはいいですって患者さんも私今まで見てきた中でやっぱりいるんですよ。 あ,あそう、失明はしないの見づらくはなるけどあ、じゃあ私いいですって言って悪くなるのを受け入れるっていう手段もあることはあるんです。まあこれはね、いいとは言えない。あの、やっぱりできれば止めてほしいなっていうのがやっぱり医療者側としての思いとしてあるんだけども、それは患者さんの人生観なので、あなたの人生としてやっぱり手術を避ける、リスクを避けることが優先であって、悪化をね、えー、食い止めることはちょっと二の次になるよっていう場合は、じゃあ、 失明まではいかないんだったら、それはそれで受け入れますっていうのは、まあ、選択肢としてあり得るよっていうのは、ちょっと分かっておいていただけるといいと思います。だから逆に言うと、医者が手術を進めた時に、なんで手術を進められてるのかっていうのをちょっと確認できるといいんですよね。 このままだと失明しちゃうから手術しましょうなのか、このままだと見づらくなるから、えっと、手術しましょうなのか、あともう一個あるのは、白内障の手術とか、まあ、他の手術するから同時に、まあ、せっかくだったらやった方がいいよっていうのもあるんですよ。で、一番最後の手術、つまり、ついでの手術、いわゆるこうミグスっていう、低侵襲力内障手術っていうのがあるんだけど、まあ、この場合はリスクは結構少なめになります。もちろんゼロではないので、そこをどうお考えになるかなんですよね。 トラベクレクトミニとか、まあ、マイクロシャントとか、えー、バルベルトインプラントとか、アーメットインプラントって言われるような、こう目の玉の中から外に水をしっかりと流してあげるような手術っていうのは、まあ、一定の効果があるけど、同時に一定のリスクもあるわけです。なので、その場合は、さてさて、 どうしたもんかなっていうのは考えた方がいいけど、ミグス、低診習の手術であれば、医師にね、一定のリスクはあるので、それを聞いて、あ、まあ、このぐらいのリスクだったら今のうちやっておこうかなとか、まあ、そういう考え方もあると思います。そして最後に、こんなことは言っときながら、ちゃんと考えてほしいのは、どっかでやっぱり手術を進められたってことは、まあ、それなりに本当は考えてほしいなっていうのはあるんです。避けたい気持ちはわかるけれども、まあ やっといてよかったなって後々言ってくださる方もやっぱいらっしゃるんですね。本当はあの時やりたくなかったんだけど、先生に言われてあそこで手術したおかげで全然進行しないで済んでますと。まあ、このままだったら安心なのでよかったです。なんて言う人もいるんです。もちろんね、手術してやっぱちょっとゴロゴロ調子悪いよって人もいるわけだから、何でもやればいいわけじゃないけど、やっぱり医者が手術を進めてるっていうのは一定の理由があるので、まあ、そこを確認した上で、もういいから手術は絶対避けるっていう風に、 単一的に考えるんではなくて、まあ、ちょっと頭に入れていただけるといいかなって思いますえ。今日は緑内障の手術、避ける方法についてお話しました。一つ目は、早めに目薬をじゃんじゃんやっていけますよっていうことを意思証明すること。また、目薬だけじゃなくてレーザー。まあ、これも全然いけますよっていうふうに考えていただくと。とそして、その上で手術。 えー、やる場合は、えー、本当にあなたにとってそこはメリットがあるのかよく考えていただく。そして最後に、自分でできることは全部やっていく。これも大切です。でも例えば、まあ、えっ、ー、と、マインドフルネスだったりだとか、まあ、そういうのね。で、それをやったから目薬避けられるっていうふうに100%ね。例えば、もうさすがに手術しなきゃダメですって医者に言われて、じゃあ今日から運動頑張ります、食事頑張ります、だから避けられますよねっていうのはちょっと厳しい。 だから、手術しなきゃダメですよって言われる前から、呼吸法とか運動とか食事を気をつけていただいて、そうならないようにするっていうのを、ぜひ気をつけていただければと思うんですね。できればね、お互いやりたくないんですよ。正直言って、こちら側としても、手術はできればしたくない。 なんだけど、もうしょうがないからお勧めしてるっていうのが現実なんですよね。もちろんそうじゃない先生もいるけど、というふうにちょっと考えていただければと思います。まあ、こんな感じで緑内障の情報を日々アップしていきますんで、チャンネル登録そしてベルマークを押していただければと思います。今日はどういう動画があるのかなっていうのを見るためには、概要欄にメールマガジンっていうのがあるので、まあ、それも無料で登録していただければと思います。よろしくお願いします。